名古屋を御陵公園行ってみましょうかね。入れんのかな。御陵公園でございます。これね、これ入れんのかな。ここ入られんの。ここは入りませんでしたね。あ、これだ、これ長屋王の。この辺で実機裏なんだよね。はい、ちょっと行ってみましょうね、長屋王さん。そんな大きな量じゃないんだけどね。天智天皇のお孫さんかね、長屋王さん。藤原の四兄弟でね、と、ね、清掃に負けて、みんなね、自害されたらしいんでね、親子ともども。これね、まあ、来ないとね、はい、行ってみましょう。はい、行ってみますね。おお。天武天のやつ。天武天の、もう孫さん。長屋王が。ちょっとこじんまりした墓ですけどね。はい、ありがとうございます。あるな、すごい大木が前にね、ドーンと構えてます、前にね。ドーンと構えてますけどね。ここまで上がれてね。長屋王御陵。はい、ありがとうございます。こんな感じでしたね。あの木はすごいけどね。ちょっと何も見えんけどね、あの真ん中の木はすごいですね。一回切られたんだけどね、どういうことになってますか。ここからね、墳丘が見れますよ、これ。墳丘が見れるけどね、ちょっとね、ちょっと画面で見られんかな。大きさはさほど大きくならない、来ないやからね。宮内庁の管理でございますからね。はい、天武天皇を孫さんやったら知らないんだね。天智天皇かもだけど、天智天皇の孫さんはいないんかね。はい、こんな感じでございます。全体がね、周りが見え囲まれてるのね、ちょっと入れないけど、一家全員あの暗殺じゃないね、自死されたね、自死ね。藤原四兄弟やったっけ。ああ、天武天皇の孫さんだったよね。はい、ありがとうございます。ほんで熊井城の感じね。